東海道から離れますが、富士川を下流に向かって、右岸を下っていくことにします。車道が走りにくくて危ないです。富士川を見沿って下り始めました。海に向かって走っています。街道ではないですが、右側の松並木が街道を総合させます。川も昔は橋なかったんやな。だから船頭が担いでいったんか、船頭いうか渡し船があったんかどうか知らんけど、富士川の水利用の歴史は古く、江戸時代から各所で取水堰が建設され、灌漑用水の確保が行われました。そうそうそう、ほぼ平行。さらに明治後期から水力発電による水利用が盛んに行われるようになりました。前の鉄橋は JR でしょうか。朝清水から特急で、行くときに越えた気がします。これ大きな松やな。JR が橋を渡っています。3両か。あ、私らは特急やったな。前に見るのは新幹線の高架です。この下をくぐってまだ南へ行きます。両方ともにしようかな。違うか。電池残量が少なくなっています。早めに充電してください。蒲原宿場祭り産業フェアとなってます。2峠6宿、2つの峠あるみたい。6宿。少しは街道らしい雰囲気です。早めに充電してください。蒲原は富士川河口から駿河湾にかけて開けた東西およそ6キロメートルの町です。かつての宿場内は本陣跡を中心に昔ながらの面影を残しています。ここは由比ヶ宿で、本来はヘッドカメラで撮るんですが、なぜか電池切れで撮れないため iPhone で映しています。神沢川を渡ったあたりから道幅が狭くなり、静かな佇まいの街道が伸びています。ここが由比宿で、まるで時代の流れから取り残されたかのように静かな往年の面影を残しています。あ、そう、この駐車場、あ、ここはメインですよね。ちょっと行ったらもう見えますよ。これが由比本陣公園、東海美術館。
ごいね。広重美術館。本陣と江戸幕府の政策により参勤交代を義務付けられた大名との身分の高い人物とその家来が宿泊するための施設です。おお、立派やわ。本陣表門と旧東海道を挟んで向かいにあるのは由比小説の聖火で、小説荒野ののれんがかかっています。荒野染め物屋さん。この荒野、今夜荒野染め物屋は江戸時代初期より続くと言われ、屋内には土間に埋められた藍亀等の染め物用具や天井に吊られた用心炉は火事等の時に貴重品を運び出すもので、昔の、荒野の様相を忍ぶことができます。荒野さん、荒野さん、今から去った峠の急登をします。去った峠、子供が登っていくな。あれやで、峠。去った峠まで 2.9 キロ。反対側、寺尾公園。反対側は海になっています。去った峠左折 2.9 キロ。ここは右赤いところが現在地。東海道南部市の中田小池で靴が通って去った峠に行きます。東海道名士の中田小池で峠を目線にして海を見ながら休憩しております。しばし休憩。海はこちらです。おっと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 、いけますか。はい、いけました。日がきれいに入ってます。はい、大見さんの川も入りました。入りました。きれいに入ってます。きれいですね、これは。はい、はい、休憩所からの海の景色。手前が国道1号線で、向こうが東名高速です。この奥の半島は後で調べます。峠 1.3 キロ、350メーターの急登です。自転車を押して上がります。去った峠頂上前から海を映してます。東名高速道路がトンネルの中に入ってきます。下は国道1号線です。すごい綺麗な眺めです。ここは江津駅です。あと一駅で清水駅に行きます。江津駅やろ。沖津か。